このような映画の舞台挨拶のイベントにご参加されるというのも初めての経験でいらっしゃいますよね。もちろん初めてです ね、 そうですよね。試合より緊張しますね、はい、今緊張されてますか？大丈夫ですか？はい、ムービーカメラです。今あのちょっと暗いで見えないですけど、なかなか見られないツーショットだと思うので。日本に帰られて少しお時間が経過したと思うんですが、今の状況いかがでしょうか？日々忙しく生活してますけども、まあ、これを機にですね、ラグビーというスポーツを皆さんに知っていただければというふうに思ってます。精神統一は裏ではされてたんでしょうか？はい、この舞台挨拶のに向けて精神統一は今されてたんですか？してないです。 ありがとうございます。すいません。実は正吉さんとこの、五郎丸さんにもですね、共通点がございまして、正吉さん、はい、EXILE の活動として、はい、ワールドカップの、テーマソングご担当されていましたよね。そうですね、EXILE として24カラッツゴールドソウルで、担当させていただきました。はい、五郎丸さんのご活躍というのはご覧になってましたか？もうもちろん毎回あのメンバーで EXILE のグループラインがあるんですけど、はい、あのテレビを見てそこでもう感動したねと、でみんなでもう LINE しながら見てましたね。はい、本当にもう興奮して、そして最後には感動して、はい、あのいろんな、心に突き刺さるものをいただきましたね。はい、五郎丸さん、グループ LINE の中でラグビーの感想が飛び交っていたというのはいかがでしょうか？いや、グループ LINE でラグビーの話題が出てくることがね、非常に不思議ですけども、非常にありがたいですね。いや、もうとにかくもうこのお話いただいて、もう本当に大作の、主題歌ということで、もうとにかくとにかく盛り上げられたらという、その思い一心で、書かせていただきましたね。はい、皆さんよりちょっと一足先に見させていただいて、そのもう熱のままスタジオに入って、そこでサッカーチームとセッションを重ねて、書き下ろさせていただいたので、その自分が受けたその熱をそのまま注入できたかなとは思いますね。うん、はい、そうですね、本当に帰り車乗ったら飛ばしちゃうんじゃないかな。非常に素晴らしい曲です。はい、運びはなかなかちょっとリスクが伴いますね。ヒロさんに怒られるかもしれない。まず相談しないとですよね。多分却下でしょうけどね。まずそこから始まりますね。そうですよね。はい、五郎丸さんはいかがですか？私も会社の方と相談させていただきたいと思います。